失われたはずの闇のマナストーンが現れたから聖域への扉が開いたのね。私たちに神獣を倒させてその力を吸収してたんだ。もう8体とも倒してしまったから敵は神獣の最終形態の力を手に入れたことになる。そんな、それじゃあ私たちみすみす敵を強くしてしまったっていうの？でももう後戻りはできない。進むしかありませんね。行きましょう。神獣をすべて倒してくれたようだな。礼を言おう。あとは我らの主、黒の貴公子様が復活すれば、貴公子様は神獣の最終形態の力を身につけることができる。最初からそれが狙いだったのね、卑怯者。一体あなたたちは何が目的なの？我らは魔界の住人、マナの女神によって闇の世界に封じられた恨み、今こそ晴らさん。この世界を魔界に変え、我らの新天地とするのだ。そしてその魔物たちの千年王国に新たな魔王黒の貴公子様をお迎えするのだ。お前たちはもう用済みだ。ここで消えてもらおう。魔物たちの千年王国ですね。そのような夢見過ごすわけにはいきません。弱き者には何もつかみ取れない。人間の王子、闇に封じられた我らの悲願、力ずくでつかませてもらう。私たちは人間を甘く見ないで、たとえ一人一人は弱くてもみんなの力を重ねればきっと。そんな。